はい、えー、どうも、吉谷です。えっ、ー、と、ドリアカ生の方からですね、えー、結果報告いただきましたので、えー、シェアしていきたいと思います。ありがとうございます。えー、吉谷さん、お疲れ様です。長田の〇〇です。えー、いつも動画拝見しております。さて、ドリームアカー、ドリアカのドリーム、ドリーム報告。ドリーム報告。このね、ドリーム報告っていうキーワードを、このね、 えやっていただいてありがとうございますドリーム報告を知ってるのはなかなか2ですねありがとうございますまあ、ドリーム報告いいんじゃないかっていうライブ放送かなんかで言ったと思うんですけどドリーム報告ありがとうございます はい、えー。僕は自分でコンテンツを作ってサイトアプリ、アドセンスをやっているのですが、昨年春ぐらいから始めたサイトが1日 4000pv、えー。夏から始めたサイトが1日 2500pv ほどになってきました。素晴らしい。すでに4年前くら,らいから始めたサイトは月間60万 pv 程度あるので、そのサイトの派生サイト、コンテンツを、えー、細分化した して作っておりますサイトの内容としてはトレンドブログ等ではなくロングテールコンテンツのサイトですロングテールなので爆発的なアクセスはまだまだ集めることはできませんが日々のコンテンツアップしてストックしていくことで時間の経過と,とともにストックしたコンテンツが常時、えー、検索エンジンにヒットしやすくなりますその結果目先のトレンドに左右されることなく永続的に多くのアクセスを集めることができるのためまだ自分がやっていて楽しいので一点集中でサイト作りに励んでおります またこのサイトの他に新規に2サイト立ち上げたのでどんどんコンテンツを作ってアップをして、えー、してを繰り返し永続的にアクセスを集めてサイト成長をさせ、えー、今後放置していても収入をもたらしてくれる動線を確保してから次のステップとして物販や違うフリーエートなどもやっていきたいと思っておりますこの日々コンテンツを作ってアップするというひたすら こ,れ重要ここ重要なんですけどひたすら地味なことができるのも吉谷さんから学んだ凡事徹底のすご,さがああすごさがあったおかげですが分かったおかげです凡事徹底地味な作業を毎日ではありますがアクセス流,流入から分かる SEO 的なことや人が欲しい しているコンテンツ、コンテンツ作りの品質アップなど、だいぶ自分の中で吸収することができていると思うので、それがモチベーションになっています。もちろん収入も上がってきております。ひとまず結果報告となりますが、また結果が変わってきましたら報告させていただきます。ということで、あの、この方とはですね、実際僕、まあお会いさせてもらって、何回かお会いさせてもらって、長野に行った時ですね、まあこの方ですね、あの、まあ僕の影響で、あの、 ロードスターをですね、えー、買っちゃったと。うですねロードスター見させて、ロードスターとね、今度一緒にツーリング行きましょうみたいな話をしてるんですけど、はい、長野山いっぱいあるんでみたいなね、はい、ロードスターとちょっと、まあその話はちょっと置いときましょうか。まあとりあえずですね、あのこの,このドリアカ星の方からはですね、あの一応まあ僕は知ってるんですけど、その 要はアドセンスサイトを作っていて、いのその実績を、まあ、以前ですねドリアカ入る時にその講義提供できますみたいなのを言っていただいたんですね、うん、でこの方はもともとサイトアフリエイトとかそのアドセンスに特化サイトを運営してたりとか結構経験がある人ですただここにも書いてある通りここで重要なのがた確かにこ,これこの結果はすごいんですけど あの正直んで月間60万これは前からややってるやつですね、えー、確かにあの結果としてはすごいんですけれども、あのー、結局ここなんですよねここ。ボンジでってこのねこの本当にサイトアフリエイトはこの日々コンテンツ作ってはアップするというひたすら地味なことができるのを持って書いていただいたんですけれども本当にあの、まあ、ドリアカに入っていただいた方はいろんな人がいます。 で、ここでちょっとお伝えしたいのが、えー、っと、これ、新規。新規。えー、っとですね。まず重要なのが、あのー、この、まあ、サイトアフリエイト。まあ、これ、ドリアカセの方からも、まとめサイトのノウハウとか、提供ありますかみたいなのもあったんですけど、サイトアフリエイトをやる、 上で、うん、重要なことこれは大きく分けて何があるかっていうとまず1つ目が、えー、アクセスの問題でこのアクセスの問題アクセスの問題をクリアするために、えー、ト,レトレンドを扱う。 はトレンドを扱うことによって比較的そのアクセスを集めやすくなります。トレンド。んだト,レント,レトレンドを扱う、まあ。トレンドっていうのはトレンドキーワードですね。トレンドキーワードを扱うことによってアクセスを集めやすいと。まあ、これは、まあ、今、ドリア化の講義ではないんですけれども、 まあ、トリアカの場合は YouTube の方がね、アクセス集めやすいんで、YouTube のトレンド動画みたいな講義があるんですけど、サイトの場合は、まあ、昔からあります。トレンドブログみたいな。まあ、キーワードを、このトレンドを扱うことによってアクセス集めやすいっていうのがあります。ただ、まあ、デメリットとしてはライバルが多いんですね。結局。これメリット。わかりやすい。まあ、いろいろあります。でも、まあ、ちょっと長くなっちゃうんで、あれですけど、デメリット。デメリットとしては、 あのライバルが多いと。ライバルが多いと。まあこんな感じです。はい、で、このトレンドで今度、今回ドリアカセからやっていただいているのが、このロングテールですね。要はどういう、その、なんだ、どういうジャンルを扱っていくかってことなんですけど、うんまあ、ネットビジネスは大きく扱の。 まあ僕が知ってる範囲だと、そのまとめサイトみたいなやつもあるんですね。だからまあ、えー、まあブログだ、ブログで稼ぐ。ブログで稼ぐならと。えー、トレンドブログ。あとは、えー、まとめブログ。あとは、えー、ロング。まあこれは、ちゅちゅちゅ まあここに書いてますけど中、中期、長期ですね。中期、長期。はい。その、うん、検索キーワードとしては、キーワードが、えー、トレンドほど検索はされ、され、されないが、えー、常時、チョコ、チョコ、検索。チョコ、チョコ。 検索されるキーワードとまあこんな感じです、はい。トレンドブログ、まとめブログ、ロングテールブログ。うん、まあこんな感じですね、はいで。トレンドブログとまとめブログっていうのはやっぱそのライバルが多いです。だからここであのー、求められるものっていうのはトレンドブログ。うーまあ早いそのキーワード選定とあとはなんだ あと、コンテンツ量ですね。まとめブログもライバルめちゃめちゃ多いので、まあ、コンテンツ量があります。まあ、全部に、全部に言えることなんですけれども、まあ、いろいろメリット、デメリットあるんですけど、結局、ブログ、こう、ブログメディアをやっていくんであるならば、もう完全に、どのブログでも一緒なんですけど、どのブログでも一緒なんですけど、やっぱコンテンツ量なんですね、結局は。 もう本当にまあ、あの、一番その、まあ、キーワード選定とかもすごく重要ななんですけど、一番重要って何かっていうと、コンテンツ量でしかないんですよ。一言大きいくくりでまとめると。だからそのコンテンツをいかにそのストックしていくかっていうことがすげえ重要で、で、その、まあ、初心者の人がなぜトレンドブログをおすすめされてるのか、トレンドブログがいいよって言わ世の中で言われてるかっていうと、そのこのコンテンツ量をストック するその時間が短縮できるというか早い段階でアクセスが集まってくるので早く収益化にはなるただしトレンドなんであの波が激しいんですよねうん波が激しいんで毎回毎回トレンドを追い続けていかないといけないっていうこともありますらこっちのロン,ロングテールのやつに関してはあの、まあ、波はないけれどもある一 のアクセスを手に入まあこれね全部解説していくとまあドリアカの講義の中でも入れようかなとは思いますけど基本的に言うとでもコンテンツ量なんですよねここをできるかできないかが結局稼げるか稼げないか最終局地なんですよいろんなテクニックありますもちろんいろんなテクニックツールいろいろありますけれども最終的にもうコンテンツ量でしかないです本当に このコンテンツをどうやってやっていくのか。かじあこれは、えー、自分で書くのか、えーえー、ライターに書かせるのか、えー、システムにやらせるのか、まあ、あのツールとかですね。書くこツールとか。まあ、大体これしかないですよ。これしかないです。自分で書くか、ライターに書かせるか、ライターっていうのはランサーズでいけます。 個人の人でもだから自分で書けないっていう人はお金払ってライターさんにお願いしてください。これライターさんね。ランサーズ。ランサーズクラ,ウク,クラウドワークス。はい。ランサーズとかクラウドワークスっていうのがあって、これ個人の人でも主婦の人が主婦の人とかも登録してるんですけど、ブログの一記事、 えーまあ、交渉によりますけど、まあ、600円、700円、800円とかで書いてくれます。なので自分で書けないという場合はもうやってください。こっちに。で、なんだ、このランサーズとクラウドワークスで僕が知ってる人で、その1週、週4時間で、週4時間で50万稼いでいる人。 え、週4時間の作業で50万稼いでる人がいます。え、これはですね、僕の別のそのサービスで、え、コピーライティング道場っていうのをやってたんですけど、それの1期生の人がこの週4時間で50万稼いでたんですね。で、この人は何やってたかっていうと、まあブログなんですけど、ブログアフィリエイトアドセンスなんですけど、その、外注に全部 自分で記事書かないっていう。自分で記事書かずに、ライターさんにテーマだけこう丸投げして書いてもらって、原稿を納期してもらって、それをまとめていった、まとめてたと。ただ、ここに、ここの過程まで行くのに7ヶ月ぐらいかかってます。この50万が安定して入るまで7ヶ月ぐらいかかってます。うん。だから、基本的にですね、あのー、時間はかかります、ちょっとは。うん。だから、ここのコンテンツ量ですね。 まあ、あの、ドリアカのせいの中でもそのまとめサイトとかブログやりたいっていう人もちょっとね、少しちらほらきあの、ライブとかでもちょっと聞いたんですけれども、本当にコンテンツ量なんですよ。で、これは、うん、あの、まあ、初心者の方だとかわかんないと思うんですけど、あの、要は初心者の場合って、その全体像がわかんないんで、 あのネット上の情報をやっぱ鵜呑みにするわけですよ簡単に儲かるみたいなのがやっぱりいっぱい出てますから、うん、だけどだけどですよもう本当にもうこれもうマジで極論なんですけどコンテンツ量ですだコンテンツ量をどれだけ作れるかっていうコンテンツをどれだけコンブログイコールコンテンツメーカーですコンテンツをどれだけかけるかっていうのがもう最終局面になりますだからもう地道にできないっていう人はブログはちょっとおすすめできないかなっていう 書くっていう特に自分で書くっていうことでは別にライターさんとかそのシステムとか,なんかツール使ってやんだったら別なんですけどでもこれお金かかりますから自分で書くのはお金は0円ですただしただしですよただしあのー、なんだ時間かかるし大変です だけど大変だけれども、しんどいけれども、まあ、ここにドリアカセイの方からいただいた通り、大変だけどそれをやること、自分でやることによって何を得られるかっていうと、この、なんだ、この、 SEO 的なことや人が欲してるコンテンツ、コンテンツ作りに必要なアップなど自分の中で吸収することができていると思います。で書いていただいてるんですけど、要は自分でやることによってどうやったらアクセス集まるのかとか得られるスキルがすげえあるんですよ。要はこれ大変ですよ。これ自分で書くってことはすごく大変です。だけど、だけど、 これを自分でやること、ことによって、その、なんだ、アクセスの集め方、キーワード選定、あとは、ま、あここにも書いてある通り、その、コンテンツの作り方ですね。コンテンツの作り方。もほんとね、スキルが上がります。 だから本当にこれ凡事徹底してやってれば、本当ね、ブログも稼げるんですよ。ただ、なんでブログが稼ぎづらいかっていうと、その要は結局コンテンツ量、記事を更新することができないっていうことが非常に多いです。うん。で、これちょっとライブ放送でも、ちょ、これをね、ちょっと見ておいてほしいんですけど、ちょっとお見せしますね。えー、っと、ツリーブログだったんです。 何で検索すれば大丈夫かな棒。棒。これで出てくるかなあちょっと待ってくださいね。多分、あの、これライブ放送でもちょっとお伝えしたんですけど、あこれだ。釣りブログ棒で出てきます。ちょっと見てみてください。あの釣りブログ棒で出てきます。 で、某プロの族、言いたいことも言えない、こんな家の中ちゃっていう。で、この人は釣りブログで100万ぐらい稼いでるんですね。釣りブログです。はい。釣りブログで。で、これもアドセンス入れてます。はい。これクリックすると、このサイトに報酬が発生します。で、この人は、まあ、ここにもまあ広告入ってますけど、これ、ここで記事で、えー、まあ、メルマガもやってますよ、今。 この人はメルマガも開始しました。要はブログで結果出て稼げるようになったんで、稼げるようになったんでメルマガもやってます。はい、だからこの人はメルマガをやってることによってさらに収益を出してると思います。で、稼げる。で、この記事を読んでほしいです。稼げる。まあ、このメルマガに登録してこの人の商品 <laughs> 買ってもいいです知らないですけれども、まあ、買う必要はないと思うんですけどね。まあ、でもまあ、買いたくなるでしょうね。 ブログで稼ぎたいっていう人は。でも、そこら辺の情報詳細買うよりかいいとは思いますけどね。どれだっけな。あ、これで、あのー、ここで、稼ぐとかで、稼ぐ。稼ぐとかで検索してもらうと、この人の記事を読んでいただければいいのかなと。ここの、あ、これ、釣りブログアフリートで稼ぐことは可能か。2015年。 2015年9月2日。2015年9月2日の記事です。釣りブロックアフリートで稼ぐことができるか。これは、あのー、ライブ放送でもちょっとシェアさせてもらったんですけど、この人の記事がすごく的を得てて、もうこの人ちゃんとやってるなっていうのは、もう、あとアンケートもちゃんとやってるんですよ、この人。アンケートとかもね。だから、ドリアカで教えてるアンケートの取り方とかもブログでこの人やってます、ちゃんと。 これでアフリエイトネタっていう。で、タイトルにある、えー、釣りブログでアフリエイトで稼げるのか、タイトルにある釣りブログでアフリエイトは稼げるのか、答えは当然稼げるだ。しかし釣りブログで大きく稼げるの2つのことが大事であると。1つ目は知ること。えー、まあ、これ仕組みですよね。どういうふうにそのブログなんていうのか。まあ、ここでその、なんだ、どういうことを書いていけばいいのかっていう、その知らないとダメだよと。 あとは実行すること。まあ行動することですよね。疑問はなくなった、仕組みは分かった。あとはトライアンドエラーの繰り返し。この2つの誰もが釣りブログに稼げるようになる。もう本当これなんですよ。だから先ほどいただいた通り、このメールでご報告してるんですけど、この徹底的にやることによって、その、まあ、その、うまくいったな、うまくいかなかったなっていうのをこの繰り返すことによって、その経験が出てくるわけですよ。 でその経験のトライアンドエラーの積み重ねが結局稼げるようになるわけですよ。うん。で、この人が言ってるのは、シーテ言え釣りブログでなくてもいいと。一つ目に説明した知ることを繰り返してしまえば、釣りでなくても他の趣味や自分の仕事のこと、住んでる地域のこと、マニアックな特技、好きなアイドルのこと、何でもいいのだ。うん。わかりますかね。 だからねこの人はねすごくねああの勉強されてますねうんめちゃめちゃ勉強されてるこれ楽天ポイント700万ぐらいありますからねこの人楽天ポイント700万です、はい、もうねなんかそのライブ放送でもちょっと言ったんですけどそのこの人ちゃんとやってるなっていうのをちゃんとねブログでやるんだったらブログで稼ぐんだったらですよブログで稼ぐんだったらこのねなんでブログで稼げないかブログをやってて稼げない人 うん、これ言いましょう、えー。ブログをやっていても稼げない人の理由。それは、それは、稼いでいる、稼い、本当に、本当に稼いでいるブログを見分けることができない。これなんですよ。要は、稼いでい、 稼いでいる人のブログが分かれば、あとは、えー、それを教科書にして、えー、真似ていけばいいだけなんですよ。あ、この人のブログちゃんとやってんなちゃ。あ、こうやって広告入れてんだ。こうやってリスト取ってんだ。っていうことが瞬時に分かれば、あの、もうその、そ,その、よ、分かりますほとんどの人はですよ。 あの、ネット初心者の人は、ここのメルマガに答えがあると思ってるんですよ。わかりますこの人メルマガやってます。で、このメルマガを読むとここに答えがあるんじゃないかなと思うんですけど、いやいや、待ってと。もうこのブログ自体が答えですからね。この人がどういう記事書いてんのか、どういった広告扱ってんのかっていうところが答えなんですよ。ここは、この人の売り上げを上げるためのメルマガが飛んでくるだけですからね。 セールスだったり、もちろんコンテンツ、無料コンテンツもあ、僕は登録しないんでわかんないですけど、その無料コンテンツを基本的にステップ名で組んでるかわかんないですけど、で、最終的にセールスがあって、この人の売り上げを上げるためにメルマガ、じゃあメルマガをなぜやってるんですかボランティアでメルマガやってる人はほとんどいないです。ビジネスとしてやってるわけですから、メルマガをやってるってことは、この人がもっと収益を上げるためにメルマガをやってるだけであって、本当の答えっていうのはここに入ってるわけですよ。 だここのサイト分析をちゃんとやるっていうことです。例えば、これ、あの、この人の、あの、なんだな、ライブ放送でもお伝えしたんですけど、その、このアンケートしてますよね。わかります。まあ、クリスマスキャンペーンもやってますけど、すごいですよね。これ、クリスマスキャンペーン2500人ですよ。 2500人の応募ってすごくないですか相当ファンいますよねこの人。わかります多分まあ、ブログで、まあ今メルマガーでもプッシュしてるんで、してるとは思うんであれなんですけど、2500人とかクリスマスキャンペーンアンケートに答えてるっていう。わかりますこの人は、まあ今、パッ、あの、あれなんですけど、アンケートに答えてもらって、その中から、あのー、なんだ、あなんかプレゼントあげるよみたいにやってると思うんですけど、 で、アンケートと。ほら。ね。これ、あん、要は、アンケートに答えてもらえると、もうこれ閉まっちゃったかな。あ,あ処理がもう閉まっちゃってますね。要は、アンケートに答えてくれると、プレゼントあげるよ、みたいな感じで、プレゼントをあげる。ほら、10万以下のリール、わかりますプレゼントもあげてますよね。だここは、 うちらネットビジネス学んでる人たちっていうのはここをものじゃなくて別に情報コンテンツを作れば、あの、なんだ、原価ゼロでプレゼントは作れるわけですよ。わかりますこの人はアンケートを答えてもらうためにプレゼントをあげてますよね。はい。で、じゃあこのアンケートを、このアンケート締め切りですって3000人がすごいな、この人。ほんと。3400人。はい。3400人が 投票してくれたとで、このアンケートですね。ちゃんとアンケート取ってますよね。これ、ドリアカでも教えてます。アンケートの重要性は、ドリアカでもあのご説明してると思います。いいですかね。アンケート。多分、30万円を稼ぐ、あの、思考だったかな。そのアンケートを取れば、絶対稼げるっていうやり方も教えてます。はい。それはちょっと見てほしいんですけど、まあ、こんな感じでちゃんとやってるわけですよ。 うん、釣りブログでも100万ぐらい稼げるわけなんですね。釣りブログでも。あかりますこの釣りブログで、はい。えー、いつもご覧いただいて、おかげさまで、2015年、要は1年ですね。1年、1周年も、私がバ、すみません。釣りブロガーの価値を示したいという目標がありましたと。その目標を叶えるべく、インターネットを学び、アフリエイトを学んできました。 そのついにブログ開設から10ヶ月で目標としていた月収100万円を達成しました。ブログで月収100万円を稼ぐためには様々な地域のノウハウが必要です。正直言って決して簡単ではありません。たくさんの困難や障害もありました。で、この人はやっぱその勉強してて、そのネットビジネスだと例えばこのヘッドラインが月収100万簡単に稼げる税的なブログアフリエイトでっていうのを書いてると思うんですけど、この人何も書いてないですよね。いや人生革命。 一度きの人生失敗。僕がこのブログが好きな理由っていうのが情報系のイケイケじゃないんですよ要は自分の本当に伝えたいメッセージというかそういうなんか自分の芯があるというかねうんだから好きなあこの人もうスワイプというかねベンチマークしてるんですけど、うん、だって普通だったらここでなんか僕が100万円稼いだ方法みたいなヘッドラインですよ普通だったら普通だったらね、うん、情報系だったら。 でも、ここにちょっとあって、で、簡単ではないって言ってますよね。うん。わかりますだから、このね、この気持ちというかね、この人のなんかこの見せ方、僕は好きですね。はい。で、ちゃんとやってますから、うん。コンテンツもアンケートもちゃんと書いてるし。だから、その、まあ、ここでブログをもしやりたいなと思ってる人は、この人のほんといいんで、あの、ぜひ、 このブログに答えがありますからね。この人は何やってんだろうっていうところで、<laughs> ここに稼ぐで検索すると、この釣りブログ、もう本当ね、この記事読んでほしい。<laughs> このブログで稼ぎたい人は、こ,うあの,この記事読んでほしいと思いますね、うん。この記事的をめちゃめちゃ得てます。もう本当にね、この通りなんですよ。うんはい、だからなんか、 僕がブログでいくら稼いだ方法的なのないっすよね、この人。それでもやっぱ、その、要は、ちゃんとコンテンツ提供してファンを構築してるからこそ、してるからこそ、これだけのアンケートがね、取れるわけじゃないですか。アンケートね。でね、結構ね、多分コピーとかね、いろいろ勉強してると思います、この人、本当に。釣り以外のこともめっちゃ勉強してると思いますよ。 で、このマーケティングのね、この喧嘩してお金になるっていう、ここの、ここら辺の記事に関しても、マーケティング勉強してます。要はアンケートで、まあ炎上、ちょっとちょっと炎上させて、みたいな感じで、まあそれを狙ってやるっていうね、なかなか高度な技術も持ち合わせてます。うん。この人ね、すごくいいと思います。はい。はい。だからまあ基本的になん、あの、検索の仕方は、あの、釣りブログけ、某で出てくると思います。 先ほどこの釣りブログ某でブログをちょっとやりたいなっていう人はまだあのドリアカの方にはですね釣りブ,ロあのブログのコンテンツはないんですけどもしかしたらこのドリアカ生の方がですね最初ドリアカ入る時にですねあの「アドセンスのやつだったら講義提供できます」って言っていただいておりますのでで結構この方とですね何度も僕をお会いしてあの結構仲がいいのでまあコンテンツ提供していただこうかなと。 まあこれだけね、だってまあ月間60万 PV やとかのサイトを運営していたりとか、まあ、最近作ったやつがですね、1日 4000PV、1日 2500PV と、ね、えー、要はアクセスを集めら、やり方を知っています。うん、だから、あの基本的にドリアカーは僕が、えー この最初の初心者の人にこうお伝えしていきたいのは、お伝えしてメインとしては、その顔を出さず、要は僕なんかは顔を出して、吉谷さんだからできるでしょうっていうことを言われたくないので、顔を、顔を、顔を出さずして、ネットでお金を稼ぐ方法、こちらを主軸にして教えていきたいんですよ。 要は、吉谷さんだからできるんでしょうっていうのを排除して、まあ、今、えー、なんだ、ドリアカではトレンド動画ですね。あと、転売。えー、これ、まあ、これ、二つとも顔出し必要はありません。この二つ、トレンド動画で転売。で、なぜトレンド動画をやってるかっていうと、先ほど、その、ブログをやる場合は、 ブログで稼げない人っていうのは、その稼いでるブログの見分けができないと。僕の場合は一瞬で、まあ10年も経験してますから、あ、このサイト稼いでるなっていうのは分かるわけですよ。だけど初心者の人は、そのブログを見ても稼いでるかどうか分かんないんです。要はその、その人が稼いでる仕組みの中に入っちゃ、入っちゃって、その人の売り上げに貢献しちゃうみたいなね。<laughs> うん。要は先ほど言った通り、あの、こ多分これを紹介して、あ この人何配信してるのここのメルマガの中にね、答えがあるんじゃねえかって思っちゃうんですね。いやいやいやと。いやいやと。もうこれが全てだろうと。ここに全てが詰まってますからね。ここに、この人がどういうコンテンツを扱ってるのかっていう、ここに全てです。ここに答えはないです。これは、この人が売り上げを作るために、もっと売り上げ作るためにメルマガをやってるだけです。 まあもちろんこの人の思いもあると思いますけれども、メルマガをやる理由っていうのは売り上げを作るためですから、あの、ボランティアでメルマガをやってる人はほとんどいません。うん。まあもちろんたまにいますよ。うん。完全ボランティア。うん。じゃあこの人がアフリエイトで稼ぎたいと思ってやってて、メルマガをボランティアでやるのかって話で、それは考えづらいですね。うん。はい。だからまあ、その、 まあ、その、ちょっと話を戻すと、その、この見分けができない。えー、そのブログがちゃんと稼いでるのか、稼いでるのかっていうのは見分けができないんですよ。ただ、この動画に関しては、見分けが誰でもできるんですよ。わかりますあの、本当ユ YouTube には YouTube の答え、YouTube には YouTube に答えがあるんで、あの全部見れるわけですよ。だから本当ね、初心者に僕は優しい、YouTube が一番優しいのかなと。うん。 例えば、じゃあこれ、はじめしゃちょーを見てみましょうか。例えば、あの、ここのタイトルも全部見れますよね。ここのタイトルも全部見れる。説明欄も全部見れる。えー、ここの、えー、ソース表示あ。ソース、ソース、ソース表示出てこないな。このソース表示をやると、あ、これはまあ、サファリなんでこんな感じで出てきますけど、あの、 まあ、キーワードみたいなのがある、どっかにあると思います、まあ。このソース表示をやると、このキーワードみたいなのが見れますんで、キーワードタグ。あれここで,で見えないのかなクロームの方がいいかなこれ多分ね、あのドリア化の講義の中で言ってると思いますけどね。確か。キーワード、その、キ タグの見方みたいな。これちょっとね、僕あんまりサファリ使わないんで、あれなんですけど。うん。すいません。サファリ。サファリであんま見ないんで申し訳ないですけど、Chrome だと、ちょっと待ってくださいね。Chrome だと、 え例えば、じゃあさっきこれ見ましょうか。じゃあ、Chrome でページソース、よいしょ。ソース表示。まあ、そうすると、こう出てきますから、まあ、大体今、Chrome を結構使ってる人多いと思うんで、そうすると。 キーワードあこれですねありました、はいえー、メタネームキーワードっていうこの動画ははじめ社長ははじめ社長はねもうファンいるからそんなにこのタグそんなに設定してないですねもうこれのみこれのみで稼げちゃうよみたいなこんな感じでタグが見れるんですよっていうあのだから全部その設定箇所は YouTube 見れるんですね この人カスタムサムネイルどんなカスタムサムネイルにしてるのタイトルどこをしてるの説明欄は何やってるの、えー、タグはどれ、どういう設定してるので、YouTube の設定箇所はこの4つしかありません、ほとんど。説明欄、あ、説明欄、タイトル、カスタムサムネイル、タグ設定。この4つしかないです。これ管理画面で設定できる場所、ここしかないんで。はい。で、 でですよ。YouTube の場合は、ここの再生回数が全部見れます。再生回数が。だから、初心者の人でも、ここ見ればいいわけじゃないですか。これなんで動画これ再生されてるのっていう。で、サイトアフリ、サイトの場合は、サイトの場合は、この、見分けができないんですよ。要は、そこのサイトが本当にアクセスあんのかっていうのがわかんないじゃないですか。わかんないですよね。 だからわからサイトがこのサイトどれぐらい月間どれぐらいアクセスがあるのかっていうのが分かんないんで、その、サイトの作りを見て、あ、だいたい予測していくわけです。あ、この人は多分こうやって、なるほどな、みたいな感じで予測していくんですけど、それは経験がないと見えないわけですよ。でも YouTube の場合は経験がなくても初心者でもここ見れば、この動画がどれぐらい再生されてるのが分かるわけじゃないですか。で、例えば、あの、 ドリアで教えてるやつはトレンド動画ですけど、トレンド動画。じゃあ、トレンド動画の,その、トレンドニュースとかにしましょうか。うん。これ25本しかアップしてないな。結構アップしてるやつやつ。これちょっとアップしてるな。300本。じゃあ、これトレンド動画だと思うんですけど、 これの、じゃ人気。で、このチャンネルは、これ2万回ですね。これ再生されています。これが、浜崎清原さんのニュースかなこれ多分エンドロール。これエンドロールですね。これエンドロール。これ20万回再生されてますね。1、10、100、1000万、10万。20万回再生されてます。これだけです。で、初心者の人はこれだったら簡単にできるんでしょうっていう話で、まあ、あの、提供の方、 講義提供、こんなやり方っていうのをね、提供させてもらってますけど、うん。なんこれめっちゃ簡単じゃないですか、ぶっちゃけ。このコンテンツってコピペしてるだけなんで。うん。なんで、まあ、その、踊りや化の方ではですね、顔を出さずに、その、稼ぐ方法で、比較的、まあ、 簡単と言われているものをピックアップして、まあ、ノウハウを提供させてもらっています。だからこのトレンド、まあ、ブログに関しては本当にね、記事を書かないといけないし、その、サイトを見分ける力っていうのがないと、見本がないじゃないですか。見本がなくてくく、見本がなくて、ちょっとできづらいですよね。うん。はい。なんで、まあ、あのー、ちょっと話、すげえブレちゃってるかもしれないですけど、 あの講義で提供しているですね、トレンド動画と転売、どっちかへ、まずひとまず選んでいただいて、ただここに、まあ、今回いただいた取リアカセの、その、サイト運営、あ、まあ、ブログ構築とかね、なんかわかんないですけど、これでそのアクセス括弧アクセス集める方法とかね、アクセスとか、わかんないですけど、まあ、こういう講義をですね、えー、ちょっとて、あのー、追加できればなと思います。うん。 まあ本当めちゃめちゃ詳しいですからね。多分この動画見てる方でブログやってて、その、月間60万 PV あるサイトを持ってる人多分一人もいないんじゃないかなと思います。うん。月間60万 PV 俺持ってるぞと。そういうサイト運営してるぞっていう人多分いないと思うんですよね。おそらく。うん、この動画見てる方で。うん。 でこの人はこれ持ってて知識ありますので、で、あと、あのー、講義も提供できますみたいなことを言っていただいてますので、まあ、ブログに興味ある方はですね、まあ、いつちょっと追加なるかわからないんですけれども、そのブログでどうやふうにやるのかっていうのをちょっと、まあ、またこの方にお会いしようかなとは思ってますけどね。僕、車が免停会長になりましたので、はい、ちょっと長野の、すいません、あの、峠をちょっと攻めたいなと。 まあ、こ個人的なこと言っちゃいました <laughs> はい。まあそんな感じです。んで、まあいろいろとぐわーって話はしちゃったんですけれども、まあ本当に、まあここでお伝えしたいのは、まあ凡事徹底。もうこれでしかないです。まあそのトレンド動画やるのも全部そうなんですけど、あの全部凡事徹底やってほしいとは思います。うん。で、ここができないと稼げないんで、うん。本当これですね。 はい、結局そのコツコツが勝つんですよコツコツがでコツコツできない人は結局淘汰されてきますでまた最新のノウハウその最新のなんちゃらなんちゃらに右往左往して結局終了っていう形になっちゃいますんでもう本当にですねもう自分がやるって決めたやつをちょっと徹底的にやってほしいかなと思います徹底的にです徹底的にやると。 でやると決め、決めたものから逃げないでほしいなと。例えば、トレンド動画やるって決めたんだったら、トレンド動画一本に絞ってガーってやるとかね。転売やるって決めたら、転売をやるっていうように決めると。うん。まあ、そうやって徹底的にやっていただきたいというところです。はい。じゃないと、やっぱ、稼げないんで、うん。はい。まあ、いろいろとね、ばーって話しちゃいましたけれども、 え本当にですね、えー、今回ですね、えー、結果報告ありがとうございました。また、もしよろしければですね、あの、講義の方もまあ追加していただけるようにですね、僕も交渉してみますし、まあ、ドリア河川の中でもサイトを運営したいという方いらっしゃると思うんで、まあ、基本的にサイトを運営するにあたって、やっぱキーワード選定と、あとどんなジャンル扱うのかっていうところなんですよ。あとコンテンツどうやって日々更新して,していくっていうか、 うん、そこぐらいでしかないので、あと地道にできるのっていう話なんですね。うんはい、まとめサイトであろうが、トレンドブログであろうが、ロングテールのそういうブログであろうが、あの日々、日々、コツコツできるのか、正しいやり方を学んで、えー、その遂行してできるのかっていう、そこにつきます。うん。はい。こんな感じですね。はい。まあ今回はその、 のアクセスの部分の結果の方をいただいて、まあ、これだけアクセスあるんで、大体、その、ある程度の収益はもう出てる。まあ、しかも実際に、その、なんだ、もちろん収入も上がってきておりますということで、まあ、収入も、まあ、だいぶ上がってきてるんじゃないかなと思います。まあ、ぜひ頑張ってほしいかなと思います。で、少なくても、まあ、以前、このドリアカ星のこの方にはお会いしてて、もう、いろいろアドバイスもしてるんですけど、もう、これだけ、まあ、 結果があるので、今度はそのメルマガですよね。例えば、あの、顔出しできなかったら、先ほどの、この、この人みたいでも、これはこの人もね、顔出ししてませんからね。この人も顔出ししてないんで、この人みたいに、その、僕がそのブログでどうやってやってきたのかっていうところでメルマガ、これ多分メルマガですよね。えー、メルマガ撮って、えー、メルマガでやって、そのアフリエート、他のアフリエートとかね、通販とかやればいいんで、 別にこの人顔出ししてないですよね。全く顔出ししてません、この人。全く顔出ししていません。まあ自分が例えばここが、ここの文章がこれになればいいだけなんで、これに変えればいいだけなんで、うん、これだけで。これ、これに変えればいいだけです。ここをね。はいはい、まあそんな感じです。はい。 まあということで、今回ドリアカ生の方からですね、えー、結果の報告いただきました。ありがとうございました。まあ、ぜひですね、あの、あのこんな結果、まあ、ドリアカの講義の中では、そのまあ、サイトアフリエイトみたいなのはないんですけれども、もうすでになんかこんなやって結果出てるよみたいなのがあれば、何でもいいんで、まあ、結果報告してほしいかなと思います。あとはドリアカで学んでちょっとでも結果が出たら、まあ、報告していただきたいなと思います。で、あの、 ドリアカはですね、本当にですね、いろんな人が入ってますので、もう面白いですよ。あの、いろんな結果出してる人、いろんなジャンルでやってる人がすごく多いんで、まあ今後そのドリアカを僕もね、えー、盛り上げてって、あの、いろんなノウハウも投入したりとかですね、あとご意見いただいたのが、まあ、たまにそのドリアカ生で集まって、こうなんかやれる機会もあるといいですねってご意見もいただいてますので、 なんかそういう盛り上げていく機会っていう、なんかそういう場所、セッティングとかもちょっと考えていきたいなとは思ってます。まあその交流できる場所ですよね。うん。ただし、ただしですよ。交流したとしてもお金は稼げないので、まず大切なことはやることを決めて凡事設定することです。はい。あのー、正直セミナーに受けてもモチベーションが上がるのはその日だけですからね。はい。じゃその懇親会とかそういう仲間と出会いました。 会いました。モチベーション上がるのその日だけですから。1ヶ月後変わってません。<laughs> 大切なのは決めて立つ。はい。決めて立つ。まあ決断なんですけど、決めて立って、それを徹底的にやるっていうことが大事です。はい。まあだいぶちょっと長くなってしまったんですけど、この本当はね、凡事徹底、めちゃめちゃ大事なんで、まあ、ぜひちょっとやっていただきたいなというところです。まあ、今回、えー、結果報告、本当ありがとうございました。まあ、あと、 えー、講義の方、いつの、いつ、いつかシェアしていただければなと思います。はい、また個別でちょっとご連絡すると思いますけれども、よろしくお願いします。ではですね、今回は、ド、えー、リア化生の方からですね、なんと、PV、月間60万 PV じゃあんぞ、みたいなね。あと1日 4000PV とかね、1日 2500PV のサイトがこう構築し、できたという結果いただきました。はい。 えー、それでは、えー、今回の結果の報告のシェアを終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。